どうも、村本です。前回の動画で上げたんですけども、なんか、パンさんの向かいのラジオで、たまたまマンハッタンに渡辺直美とマンハッタンのレストランに行った時に、そこになんか俺が偶然現れて、二人がなんかこう村本を見つけて、なんかこう顔を、隠したみたいな。っていうことを、パンさんの向井が自分のラジオで言ってたって話を聞いて、それで、その話をね、前回喋ったんですよね。この YouTube で。で、そっから、その話をすると、何人かの人はなんかこう、笑う人と、あと何人かの人は、なんで顔隠す必要があるんだろうみたいな。顔隠すな、さなくていいんじゃないみたいな意見なんかもポツポツあって、途中で、確かにな、みたいな。その時に、いろいろ考えたんですけど、パンさんのね、向井と、渡辺直美がなんかこう、ニューヨークで、俺とたまたま会って、なんかこう、ね、顔を隠したみたいな話をした時に、自分で考えたのが、なんか、よく言うのがね、二人は絶対違うと思うんですけども、よくね、日本人の人で、ニューヨークなんかに来る人の中で、その目的がね、なんかね、ドラッグ、なんか大麻、こちらの合法なんで、大麻とか、あとはね、人によってコカイン、コカインを吸うためにニューヨークに来る人もいるらしいんですよね。だから、別に疑いたくはないんですけど、もしかしたら、向井と渡辺直美が、大麻、やってたのかなみたいな。俺も、かて憶測ですけども、この顔をパッと隠すっていうことは、同じ日本人に見られたくないシーンがあったんだから、だから、ということは、大麻、やってたんじゃない？わかんないですよ。でも確かになんかね、ちょっと大麻の匂いもしたんですよね。で、ニューヨークの街なんで、結構大麻の匂いはあちこちからするので、合法化されてるから。この二人がやってるってことないんですけども、その中、向井がラジオで言ってた、イタリアンのレストランに行った時に、なんかこう、確かになんか顔隠したような二人がいたんだよな。そこでなんか大麻をね、コカインやってたような気がするんですよね。なんかこう鼻から、で、二人の。向井と渡辺直美か分かりませんよ。分かりませんけども、なんかこう、向井が顔を隠したっていう話をしてて、その時なんか顔を隠した人がいたような気がするんですよね。その二人がなんかこう、コカインと大麻と、なんか覚醒剤と、なんかいろいろ、なんか、あとマジックマッシュルームと、なんか4個、5個、6個併用してやってたような気が。で、わかんないですよ。この二人とはわかんないですよ。ただ、こう、顔隠したって言ってたんで、なんだとなんかこう、ディープキスしてたかな。この二人かわかりませんよ。この向井か直美かわかりませんが、なんかニューヨークの、そう、なんか、すごい激しいディープキスしながら、コカインやって、マジックマッシュルームやって、大麻やって、注射器持ってる人がいたような気が。で、なんかこう隠してた。もう完全なね、なんかもう、ね、なわけないんですけどもね、絶対ないんですけども、なんかこう、なんかこういう日本語で、なんか、俺の相方が、なんか、3級だ、なん、ねえ、なんかなんだ、みたいな話聞こえたきたような気が。で、渡辺直美のかどうかわかりませんけども、いいともの時はこうだった、みたいな、いいともみたいな話とか聞こえた。もう完全なね、もう完全、そういう声が聞こえたから、だからもうね、もうその二人とは思いませんけども、こういう声が聞こえてきたなっていうのをね、ちょっと思って、ねえ、渡辺直美とね、向井そのやるわけないですけどもね、ただ顔を隠したって話聞いて、あれ、なんか、そういう人いたかなと思ったぐらい話なんですよね。
まあ、そういう話です。全然ね、2人全くいい子なんで、これからも応援してあげてください。